はようございます。モテ工作美空研究所朝礼、今日は令和5年1月21日、皆様いかがお過ごしでしょうか。砂塚森田さん、おはようございます。昨日は久々のヘリクスのソリウスのヘリクスかどっちだ、もう分からなかった面白かったな。いやいいっすね、最高でした本当に。いやいいサロンになってますね。いや本当にありがとうございます。これは僕がね、お客さん相手をしたことがない職業なんだよ、研究者っていうね。お客さんに物を売るとか、お客さんが物を買ってくださるとか、それに対して満足するとか、そういうこと自体が僕全くこう人生でないわけですよ。だから本当なんか文字とか人から聞いた話でしか学べなくて、だけどじゃあ仕事でやらないからっつって必要ないかっつったら絶対いるよねなんかその絶対いるんですよ。でこれは本当にだから勉強したいなとは思ってたんですよね。そういう意味ではなんていうのかな、本当に近い人からの実体験でっていうのと、本当に価値観を理解し合ってる人同士の対話で、いろんな視点の話が聞きたかったっていう一番大きいテーマかもしれないです、営業っていうのはね。で正直その自分が、営業マンが、まあ、例えばその会社に就職するっていうことからも避けたわけなんで、僕はね、その学者になるとかっていうルートはですね、そんなこうなんていうか世間からするとどういうふうに思われてるのかちょっとまあ分かんないですけど、僕はどういうふうにチョイスしたかっていうと、会社で勝てそうもないなと思ったんですよ。なんて勝ち筋が見えなかったみたいな感じです。会社で販売になる、会社で技術職になる、まあいろいろあると思うんですよ。で会社で営業マンになるとか、会社でシステムエンジニアになると。んで就職活動僕はねやらなかったですもう逃げました正直に告白します。でこれはねもう完全に会社っていうビジネスなんていうの、民間企業で人々に価値を提供して、対価をいただいて、で利益を上げてっていう、そういう活動にもう僕はこうそもね勝ち筋が見えなくてそこから逃げた結果研究者になるっていうね、まあそういう感じです。でまあその自分の強みでチョイスしたとも言えるけど、弱みをこう全部排除してたらもうこれしか残らないみたいな、まあそういう感じのもあったんだよね。だからそういう意味ではその営業マンに慣れた友人とかいるわけですよ、同じ学科卒業して。で僕はそこには逆にある意味そのすごいなんていうのかな、自分にはできないっていうのと、できその営業マンとして今も飯食ってるって言ったらもうなんていうのかな、リスペクトっていうのとなるのか分かんないけど、本当すごいなって思っちゃうんですよ。あ、どうやっぱりあいつすげえんだなって思ったねっていうのと同時にこう営業に対するこう僕の違和感もあれば苦手意識とか、まあ自分がされてあんまりそのユージンさんみたいにね、嫌な感じとかっていうのもまあ分からなくないけど、多分比較的少ないと思うんですよ。その研究所の中ってなかなかそういうの入ってこれないからさ、まあ土地買いませんかみたいな電話がランダムにかかってきてもう黙って切るみたいな、そんな感じのぐらいはありますけど、まあそれぐらいだったんだよね。だからとにかく自分の理解が浅いことに対して、まあ自覚はあるわけですよ。だからどう学んだもんかなと。でも常にビジネスの現場にいない人がさ、
どう学ぶにしてもこう上っ面になっちゃうしさって思ってて、でも知りたいと、大事なことだからと思っていたんですけど、砂塚さんの投稿にはちょっと本当に毎回しびれますけど、まあ要するに信用を売ってるということですよね。で、自分営業マン、その人個人の信用も上乗せしつつ、会社の信用をどうですかって提案するのが本当の仕事なんだなと思いましたね、読んでて。でも実際に目の前で広げてるカタログには商品が載ってたり、まあサービスが載ってたりするわけですけど、それは目に見えてるんだけど、本当は目に見えない信用貯金を相手の中にこう買ってくださるかもしれない相手に対して、その人の人生において、これはきっとこういうふうに豊かにしますよっていうことを確信してなかったら、信用って相手の中にこう残高を積み上げれないんですよね、っていうことなんだろうなと思いましたね。でだからその会社の信用である程度ベースはあるけど、それだけでは買うってなってない人に対して、その営業マン個人の人間力を持って、プラスはこれだけの信用貯金をさらに上乗せして、である一定ラインをそのお客様の中で超えたら、じゃああんたを信じて買うよと、俺の人生を豊かにしてくれるってい うあなたのその論をあなたのそのイメージを信じてみるよって言って買うんですよね、多分ね。それは商品なのかサービスなのか契約なのかわかんないですけど、なるほど、そういうことかと、なんとなくでしか営業を理解してなかったなっていうのは本当につくづく痛感しましたね、今日は。すごい記事だったんじゃないですか、これは。砂塚さん、さすが、本当はありがとうございます。これは永久保存版ですね、ありがとうございます。そしてまた例によってご挨拶の途中になってしまうというね。森本あかねさん、おはようございます。善くん、おはようございます。いや、善くんのフォロワーが増えてるということで本当におめでたい。いや、すごいよね、善くんフォロワー増えてんだ。いや、聞きたくなる内容だと思うよ、本当に。うん、内容もそうだし、これなんだろうな、やっぱりその、まあ僕、周平さん、友人さんの独り言があって、で、あかねさんも初めて、で、善くんで、あきらさんか、まあ、あきらさんは2チャンネル立ち上げるっていうどうでもいい話を2チャンネルで分けてやるという暴挙をやってますけど、まあ、合計だから7チャンネルあるのか。メンバー10人の中で7チャンネル立ち上がってるというね状態なんですけど、いや、それぞれさ面白いと僕は本当に思ってて聞いてんだけど、一番その世の中全体から見た時のレア度、希少価値ですよね、で言ったら、まあかねさんも希少価値に近いかなと思うんですけど、わーままで、空いた時間にちょっと発信してみようかなっていうママは希少価値だよね、と思うんだよね。そのあきらさんとか俺とかさ、友人さんとか周平さんとかって、まあ似たチャンネルがあるとも言えないけど、こういう人がいそうだなっていう、あってもいいんじゃないって割とこうハードルなく感じてるというか、獣医さんの話聞きたいねとか、少年野球のコーチの話とか、あとはあきらさんのどうでもいい話が他にあるのか分かんないけど競合いるか分かんないけど、まあなんていうかレア度が高いってはっきり分かるのはあかねさんかなと思うんですよね、です。いや、でもそれをさらにぶち抜いて10倍ぐらいレア度が高いのは、いや、もう絶対ないだろ世界でっていうのが善くんだと思ってね、正直。
日常は毎日もう80回になろうかという回数毎日毎日上げているっていうね。で、要するに小学生のさ生態って世の中にとって明らかじゃないと思うんだよ。小学生4年生って何考えてるってさ、みんな必ず小学4年生通過してるから分かった気になってるかもしれないけど、そんな記憶確かなわけないじゃん。小学4年生の時の自分が何してたとか、自分が何ものを考えてたとか、よっぽど辛かったとかよっぽど楽しかったとかっていうことぐらいのこう断片的なところしか記憶がないわけで、要するに小学4年生の実態を知ってる人って世の中にいないんですよ。だから善くんが毎日リアルタイムでさ、リアルなこう自分の感じたことを感動したことを頭きちゃったよとかうっせえなとかまあいろいろ喜怒哀楽ね、そのまんま全部出してくれるっていうのは、これは本当に俺はレア度高いし貴重なデータだと思うんですよね。データっつったらですけど、まあこれに興味を持てる人が他にどれぐらいいるのかなと最初ちょっと思ったりもしたんですよ。僕はものすごい価値あることだなと思ったんだけど、それにさフォロワーがつく、フォロワーさんが増えていいねをしてくださる、いやありがたいよ。自分のことのように全のフォロワーが増えることをね、俺は本当にあいい世の中なんだなって思いますね。小学4年生の全の話を聞こうって思ってフォローしていいねをして、いや本当絶対それいい人じゃん。そんなの絶対いい人だって俺はそう思いますよ本当に。まあ小学4年生の子を持つ親かもしれないですけどね、でも小学4年生ってやっぱりこういう感じなのかなって思う人もいれば、小学4年生でここまでものを見れるんだとか視野を広げれるんだって感じる親御さんもいるかもしれないけど、まあどっちにしてもいい影響しかないよね。悪い影響1ミリもないよね。いやと俺は信じてて、そのフォロワーさんが増えるっていうのはねシンプルに嬉しいですね。いやおめでとうございますです、ね、そして山本健太さんおはようございます。山本健太さんのまあなんとその橋の学校のね運営において、まあ何かしらのなんていうの参考になればなというか、まあ、何をやるつもりじゃんっていうことでもなかったんだけどさ、橋の学校の運営の何かしらの参考にはきっとなるだろうという期待で僕と健太さんでずっと最初喋っててさ、じゃあ俺やってみろわっつって立ち上がったのがこのサロンなんですよ。まあそういう文脈なんです最初はね。でまあその後はまあその入ってくださった話人の話もあって、結果今この状態にいますけど、でも一番最初に考えてたこういうのあったら橋の学校にとってもありがたいよねっていう話題の一つが営業だと思うんですよね。営業って何なのかと、販売って何なのかとか、でそれは僕は全く知見がないからさ、まあネットでググった記事を聞きかじるぐらいのことしかね分かんないから、自分でやってないのにこうすればいいああすればいいもないし、ただなんかこう仕事で詳しい経験があるとかでもないし、で健太さんもさもともと小学校の教員だからさ、まあ似たような話ですよね。でとにかく暗中模索なんですよ。何が正しいのっていうか、どうあるべきなんでしょうねと、あり方を考えるにしても、でも営業全く無視して運営できるっていうこともありえないわけで、
それはね、なんかそのなんていうか明確にテーマにしてるわけじゃないんですけど、なんかしら参考になる事柄がサロン内できっと起こると思うから、その時に、まあそれを横目で見ながら、あ、なるほどこういうことも起こり得るのかっていう、ところをね、あのかいつまんで発信学校の運営の参考にとか、営業する時にこういうふうにしようとかっていうアイデアにきっかけになるかなと思ったっていうのがさ、このサロンの立ち上がった最初の経緯じゃないですか。でもそういう意味ではね、昨日今日の小山愛さんっていう、まあ出汁のメーカーの営業担当さんですよね。で、友人さんの営業に対してこう自分どういう違和感持ってたとか、どういう壁を作っていたとか、でもそういう中でもこの人から買ったあの商品に関して本当にいい記憶があってっていうね話とか、それを砂塚さんがこうかなり高くてなおかつ真上ではなくてちょっと斜めの視点からさ光を当てるっていう感じでしたけど、いや、これ相当深いコンテンツだなと思って、つってその営業に関して、その僕がネットの記事ググったぐらいでは出てきたような、聞きかじったような知識で、あ、知ってたねっていう話をこうはるかに超えたすごい分厚いやり取りだなと思ったんですよね。で、これは小山さんが今回入ってきてくださったおかげだと思いますし、で、それをユジンさんがあの小山さんっていう人にまず興味を抱いて、で、小山さんっていう人には興味を抱いてるんだけど、営業っていうお仕事に対してはあの自分の中で苦手意識があるという事実を割とまっすぐ書いてくださったじゃないですか。で、まあスタイフの配信の中でもかなり、まあ赤裸々でしたよね。まあ、あの限定配信にした方がいいなと思うぐらい珍しいというか、でも本当にリアリティがあって、それは学びとしては本当に深かったですね。なるほどなと、個人で、動物病院立ち上げてるとやっぱりいろんな営業さんと会うわけですよね。で、割合的にはどうしても9割以上の人が会わない、まあ、もしくは奪う感じに営業されてしまうと。で、まあそういう中でも本当ごく一部の人で素晴らしい人に出会えるっていうのも事実でっていうさ、まあなんかそのリアリティあるなと思いながら、これ僕は本当に研究所に言うとそれをねもう全く体験できてなかったんですけど、まあ唯一ね、その服屋さんとか行って店員さんにどうですかって言われるのが苦手っていうぐらいの話です。最近だいぶマシになりましたけど、あの感じって何だったんだろうっていうね、それを理解したいなと思ってたんだけど、そういうのも含めてさ、すげえ営業ってものに対しての理解深めたいな、でも俺の中で遠いで、俺の中で心にも壁があるっていうのも全部合わせてなんですけど、こういうやり取り欲しかったですっていうね、本当にいいコンテンツだと思う。これは健太さんにとってはめちゃくちゃこう、なんだろうな、響く内容なんじゃないかと僕は思ってますね。はい、なんかすごいいっぱいコメント来たと思う。小4の時毎日日記を書くのが宿題だったんですが、今日楽しかったです、かっこ嘘です、の一行永遠と続けて何がすごいって、記憶があるから読める程度の自分の文字に対して他人の先生は何が楽しかったのか書いてみましょうと返信をつけてくれていること、しかも毎回違う文面で、なるほど、善くんの毎回放送しているのに対する話ね、これ僕もすげえ気持ちわかるわ。とにかく要するに日記を書きましょうっていうこと自体は悪いことじゃないと僕は思うんですけど、
僕もめちゃくちゃ苦手だったし、やらされてたから、なんかさ、もう全然スイッチ入らないような、そういうフレームで提案した時点でもう先生側の負けなんですよいや先生一生懸命やったと思うよ。で、毎日遅くまで残ってクラスの全員の日記を読んで、あ、書いてこない子がたくさんいるなっていうのに対して一生懸命やってくれるようにと、いろんな工夫してコメント返してくださったんだと思うんですよ。で、俺は先生のことであんまり悪い印象を持ってる先生はいないんですけど、ただまあ読書感想文とか今でもそうだけどさ、日記書きましょうとかいろいろありますけど、基本的にもう誘う、最初のフレームの時点で負けが決定してるゲームになっちゃってるっていう、それはもうだから先生が悪いっていうか、そのコンテンツが悪いっすっていうね。そうするともう先生も辛いし生徒も辛いっていうゲームに、なぜか2人とも一生懸命参加せざるを得ないっていう状況に追い込まれちゃってるんだろうなと思うんですよね。でそうするともう子供の方は読書感想文が嫌いになっちゃった、読書も嫌いになっちゃった、日記なんてもう絶対に嫌だみたいな感じになっちゃって、でそれのせいで下手すると国語も嫌いになっちゃうとか。で先生は先生でさ、文章書くの上手になってほしいと思って一生懸命やって時間を投下してるのに、で一生懸命工夫していろんなコメントを書いたのに、全部裏目に出てるというね感じに。いや俺結構今辛口なこと言ってますかこれ誰も責めてないんですよ。だけどゲームの、ゲームがクソゲーだったらしょうがないよねっていう話なんですよねと俺は思ってます今ね。今振り返ってなんであんなに嫌だったのかっていうのを解釈するとそんな感じですねで友人さん、実は放送すぐに出す勇気がなくって2日ぐらい寝かしていた、それぐらいストレスを感じていた。そうでしょうね。いやすごいなんかそれは伝わりましたね。前半特にその辛い営業ですね。要するにお互い辛いと思うんだよ多分。そのもううまく営業できてないっていうことが営業してる側も分かってる。んで営業されてる側もこの時間何なんだってなってる。もうだって断るしか、断るっていう結論が出てて、あとは帰ってくれるまでので相手にとってもさ、いいことな、得ること何もないって見えててさ、でこっちはこっちで、なんていうの、まあ時間が奪われるのもそうでしょうけど、それ以上にね、相手もなんていうの、まあいろんなもの見えちゃうんでしょうね新さんはさいろんなその飼い主さんの機微とかに触れるぐらいのさ、そういう感度で普段人と接してるからさ、そんなだから患者さんじゃないからって、急に見えなく都合よくできないからさ見たくないものまで全部見えちゃうんだよね多分ね。それはストレスでしょうね。まあそれはだからその前半の話にはすごくそれが声って嘘つかないですねとは俺は思いました。やっぱり改めて話は本当に至って冷静に振り返っておられましたけど、なんていうか声から辛さが伝わるというか、でもなんていうかな、最後の方でね、まあ、なんか人生を素敵にしてくれた、豊かにしてくれた一人の営業さんの等のまあ生きざまあその人の生き様も素敵なんだけど、まあなんていうの、営業担当の人と絆が芽生えるみたいな話だったじゃないですか。あれはなんていうか、それはそれでその前半の振りが効いてるってのもあるんだけど前半のストレスが効いてるっていうのもあるんだけど、後半なんかそういう話になってすげえなんかこう俺としてはね、グッときたよ本当に。なんかその人に俺も会いたいなって思っちゃいました。俺はさ頑張る必要ねえんだけど
あ、俺その人に会いたいなって思いましたね、友人さんの話聞いて。それぐらいすごい、なんていうか、あのプラスもマイナスも大きくなる職業なのかもしれないですね、職種なのかもしれないですね、営業っていうのが。でまあその営業受ける側からしたら打率が1割切ってしまうっていうのは本当にしんどいことで、でまあアタックする側、営業をする側からしたら、本当に砂塚さんのおっしゃるように信用を買ってもらえるレベルまで、まあ、総合的な人間力を積み上げていけるようなあの営業担当さんになるって、まあ、相当な道のりですよ。もうアスリートですよね。そうそう、俺はなんかその営業って本当トップアスリートだなと思ってるんですよね。どうやってやってんのかなっていうぐらい、すっごいこう、単なるスキルがあるだけでもダメだし、で総合的な人間力とか なんかふわっとした言葉で言ってますけど、どうやってあげたらそれ上がるのってわかんねえじゃん全然。でもそれが上がんない限り、あのどんだけ動いても売れないものは売れないっていう。まあでも動いて、ね、売れなかった時に傷つくでしょうし、営業側の視点からする。で断られたり相手を嫌な気持ちにさせちゃったんじゃないかとかっていうことを感じないわけないしさ、でそっち側の視点から考えると、でそれを毎日毎日繰り返すっていうお仕事としてプロフェッショナルになってお給料いただいてるとかってなったら逃げるわけにもいかないしさ、どうやって鍛えてんだろうっていうね。その方はなんというかめちゃくちゃ余裕がにじみ出ている感じです。全く焦ってないというか、でも諦めないっていう感じもあるんですよね。うまく言葉にはできないけど、なるほどね、そうだね、俺もそういう人いますけど、あのそういう営業を担当していただいた方、僕も経験はありますけど、そうなんですよね。でそれってどうやってんだろうなって思います。でその人に直接どうやったんですかってもう聞けないじゃないですか。でもだからもう本当にアーティストっていうかアスリートっていうか、わかんどっちなのかわかんないけど、本当にすごいなって思いますね、そういう人は。ある意味、っていう話がね、サロンの中でできたら健太さんの走る学校の運営なり営業なり販売なり、まあ、あるいはその、まあ、例えば大会する人の理由 を分析して、まあ、その課題を、走る学校側の課題をどのように解釈して、でそれに課題にどういうふうに対処して改善していくかっていう、まあ、それをこう永遠に繰り返していくのが橋の学校の運営っていうことだと思うんですけど、まあ、それに何かしらこう参考になるかなり具体的な話が今回のやり取りであったような気がしてるんですよね。まあ茂木耕作海空研究所のオンラインサロンの運営っていうのでも、あの一応さ、まあ、サービスっていう部類にはなってて、営業とかあのなくはないんでしょうけど、ちょっとね あんまりにも走る学校とはサイズも違えば、あの緩さも違うし追ってるものもないし、なんていうかさ、まあ、10人と200人の違いあるしね。そ、まあ、単純に運営方法だけ表面的に見ても、そんなにこう参考になるみたいなことはなかなかないと思うんですよね。まあ、だけど、まあ、こういう営業みたいな具体的な話で、込み入った話でこうみんなの割と本音が聞けたりすると、それはね結構なんていうか実践的というか、
あのまあでもすごいいい話できたなと思いますね、この2日間ぐらいで。友人さんがその小山さんっていう人に人として興味を抱いたところからこれが始まったわけなんで、一番最初に海空の営業したの友人さんだよ。そうだね、そうだね、そう、そういえばそうだよ。いやそう、友人さんは普段こんなことしないのに気づいたら直くんも誘ってましたって当時言ってたじゃん。でなんか確かに昔からちょいちょいなんか言葉の端々で営業は僕苦手っていう雰囲気というか、多分直接言ってたかもしれないですけど、営業苦手なんですよ、誘うっていうのができないんですよ。いいものだって分かってても、まあ、発信学校とかね、そのなんか人を誘って、やってみませんかっていうのが苦手ですみたいなことでどっかでおっしゃってたと思うんですけど、でそれ多分自分がするのが苦手っていうよりはされた時のネガティブな記憶がそれを自分がやってしまうことになるんじゃないかっていうのを恐れていたのかもしれないですよね。だけど多分直くんを誘った時には全くこう文脈的にそうなる文脈が見えなかったんだと思うんですよね。すごくまっすぐに誘ってたじゃないですか。こんなストレートに誘うっていう営業っていうのかなあれは。いやでも究極の営業でしたね、ある意味。だってその結果直くんは秒で入ってくれたわけですから。本当に営業苦手ですって言った友人さんの行った初めての営業が特大ホームランだったっていうね話ですからね、あれはね。なんでしょうね、それはなんかその友人さんの過去の営業された時の記憶がどちらにしても影響してる気がしますね。だから普段なかなか普通にはこう人を誘えないと、ちょっと距離がある相手にだと踏み込めないっていうのはまさしくそうでしょうね。まさに自分が受けた営業の影響です。でも今回のことがきっかけ客観視できました。なるほどね。そうだから言葉では言い表せないけどすごい大きい一歩と感じます。確かにね。だからもう誘えるなっていう相手との信頼関係ができたと確信できた時はネガティブなイメージがないっていうことですよね。相手の中に自分と相手と信頼関係出来上がったなってはっきり確信したんだと思うんですよね、友人さんの瞬間は。多分それはスタイフの直くんの放送を聞いてたと思うんですよ。で友人さんは友人さんで、俺はこの人とこういう風にこういう価値観を一緒に共にできるなって確信してるから、もうこの距離だってはっきり感じたんだと思うんですよね。でその距離が自分のレンジだと思ったら自分のレンジの中ではまっすぐ誘えるんだと思うんですよ、多分ね。でそれが自分のレンジがこうすっごく広い人とすっごく狭い人がいてで狭い人がものすごく近くに入ってきた時にまっすぐドカンっていけるっていうのはもう百発百中ってもう確信してる時なんでしょうね。だからまあすごくハッピーなんだと思うんですよ。レンジが広いくてある程度もう信用貯金的にギリギリ買うか買わないかギリギリだなっていうところでも本当プロフェッショナル営業でお仕事にされてる方は自分のレンジよりも外側も全部こうとりあえずダメ元で打っていかないといけないみたいなことだと思うんですよね。そうするとまあ打率も下がってきちゃうっていうか、いや前からだったら買うよっていう相手の人にしか売らなくていいんだったら話は楽なんでしょうけど、そうじゃない人にもなんとか、自分っていう人間を信じてもらって相手の気持ちの中に信用貯金を貯めて買うっていうラインを超えてもらうまでの
まあだからメリットを売り込むだけだと売れないっていうのはやっぱりそういうことなんだと思うんですけど、うん、いや深いですね。なんか営業だけで朝まで喋れそうな勢いでもう30分経ってしまった清水信之さんおはようございますこれ全然挨拶が終わらずに30分という寺石ゆかさんおはようございます中村修也さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。中島明さんおはようございます。佐藤南君おはようございます。小山愛さんおはようございます。小山愛さんのねやっぱりあの小山愛さんは営業をしたくて入ったわけじゃないんですよ。僕のサロンね、あの出汁の研究をしたくて入ったんだから。で僕はあのまあ小山さんからあの営業されて出汁を買ったわけじゃなくて、あの小山愛さんを知りたかったから、小山愛さんを知るためには小山愛さんが愛しているものを買ってみようっていう順番ですね。だからあの小山愛さんを信じているから出汁を買ってみたの順番ではないですね、まず。だからまあ営業されたわけでもないし、小山愛さんって、あ、なるほど、出汁を研究したって珍しい人だなとまず思ってですね、あのなるほどなと、でも確かに出汁ってなんだろうなと思ったし、あ、アミノ酸か、まあアミノ酸、なるほど、20種類あんのかと。でそれどれがどうなると自分の体の中でなんで大事なのかとか、あ、まあ、確かに奥深いかもしれんと思って本も買って、だから本、出汁の研究のための出汁の本を買う、ネットでググって出汁とは何かを一通り検索してははと思ったり、もう一通りやりつつ、まあでもこれは一番小山愛さんを、まあサロンオーナーとしてはサロンメンバーのこと知りたいっていうね、この欲求から考えたら、まあ当然のことかなと僕は思って、あの出汁、体を作る出汁ってね、紹介しましたけど、僕が買った理由はそれです、正直言って。あ、なるほど、これを小山さんはあの会社で、まあ、作ってらっしゃる方はね別の部門の人でしょうけど、まあ、それをいいと思って、まあ営業の仕事にも誇りを持って、あの一生懸命売っているうちに、これ売るだけじゃどうかなってなったのかどうか分かりませんけど、研究がしたいなってなったっていうわけじゃないですか。で研究が昔から好きだったではなく、理科にもちょっと自信がないっていう過去があるにもかかわらず、でも理科の知識を持って、科学の考え方を持ってちゃんと研究するっていうことに向き合いたいと、まあ小山さんが何らかの文脈で思いついて、でその一助としてこのサロンを選んでくださって、ちょっとね、あのいや、ただならぬストーリーを感じておりますよ。でまあそこまでの人って俺そう会えないと思うんだよね、そんな簡単に。だから、あ、そこまでして出汁のことを知りたい小山さんってどんな人なのかなを知るには、まずは俺、小山さんが売ってる、自分が本当に良いものだと信じて営業している、商品をまず一つ買って自分の生活で試してみようという感じですかね。で、その結果僕は家族に対して営業しました。あの体を作る出汁っていうのがこれあってさ、とこの人から買ったんだ、すごくいいものだと思うので一杯飲んでみないかという営業をかけたわけなんですけど、まあ、要するに家族みたいな距離感でさ、あのすっごい近いレンジだったら素直に営業するって誰でもできると思うんだよね。でこれはできんだよ、俺にも。あのこの外側ね、例えば家族を一歩外に出て近しい友人とこれいいよって勧めれるかと、まあ、例えばサロンの中で買いましたよとは言いましたけど、いいので買った方がいいよとまではまだ言ってないじゃないですか。だけど
営業っていうのは多分買った方があなたの人生豊かになりますよって言い切るところまでやってやっと営業だと思うんですよね。でその根拠と確信がなかったら、神さんが一番ハードル高いとか言う。なんでなんでそうなの、そうなんですか。そうか、そういうこともあるよね。清水さん面白いな。いそうそう、近すぎたら近すぎてパンチが入らないみたいなレンジありますよ。あんまり清水さんほらインファイターかもしれないけど、クリンチばっかりしたら書いて困らせるって。そういう戦い方なんですね。そうだから、まああんまりその営業だけに縛らなくてもいいんだけど、なんていうかお金を返しているかどうかで分けなくてもいいのかなと思ってて、まあお金を介在するとか自分が売ってる商品とか自分に利益が出るとかそういうのに限らなくても、まあ何かしらその営業行為をしているんですよね僕らはね。でそれは基本的にそのほとんどプロじゃないというか、営業マンといういわゆるプロフェッショナルな営業マンさん以外は、まあ自分に利益は出ないけれどもいいよっていう勧めるっていうことをある程度何かしらやってると思うんですよね。でそこに、まあプロフェッショナルの名がつく状態になって、まあアスリートとしての道を歩み出すと、まあいろいろ大変なご苦労があるんだと思うんですよ。でそこに関してはそのじゃあスキルだけじゃないとはいえスキルが全く必要ないかって言ったらスキルはいりますよ絶対。だけどスキルだけではどうにもならないよねっていうこともまあそうなんでしょうね。でじゃあ人間力ってどう上げたらいいのとか言われたって人間力が何かがそもそも定義できない状態で何をどうしたらいいのかわからないみたいな。でもまあ相手の関心に関心を持つっていう能力は鍛えられるんじゃないかなとは思いましたね。なんか結局今回いろんなやり取りありましたけど、でそれはまあね、今この人数だったら一人一人、具体的に相手の人生をこう想像してその人の関心はこんな感じかなって想像してみたいなことを一人一人やれますけど、プロフェッショナルの営業さんはさ、まあそんなことをやっていられないぐらいの数を打っていかなきゃいけないかったりすると思うんですよね。まああるいは個人に対して営業販売っていうんじゃなくて B2B みたいな話もあるでしょうし、まあプラットフォームを作って売らなくても勝手に売れていく状態にしていくっていうのは究極だみたいなさ、ドラッカーさんが言ってたりするみたいなさ、そういう話も聞きかじったりはするけどさ、聞きかじったからといって分かった気になったからって言って誰そのねいきなり明日からアスリートになれるかって言ったらそんなわけないっていうね、まあそういう領域なんだと思うんですよね。まあだからこそ本当のトップ 1% のプロアスリートみたいな営業さんっていうのはまあそれだけ評価も当然受けるっていうことだと思うんですよ。なんかそのプロスポーツだなって思いますよね。なんかあとは不動産とかさ、不動産の営業とか何千万の何千万とか何億とかのさ商品を売るとか買うとかそういう話をしてるわけじゃないですか。どうやんのっていうさ
話だと思うんですけど、でも別にいるかいないかで言ったら割と身近にいたりするわけじゃないですか。じゃあそんなにそのじゃ金額が大きいからとか金額が低いからとかっていう話ではなくて、営業っていうものの本質はなんかこう一つ核があって、まあ業種によってはこういうふうにやるし、B2B か B2C かで、ちょっとしたスキルの違いはあるけども基本的な本質はここだよねっていうのが多分あるんでしょうね。それが何なのかっていうことまで僕が分かってるわけじゃないけど、まあ、少なくともケンタさんがこう橋の学校を運営する参考材料としてのコンテンツとしてはこれかなりあの高度なやり取りをできたんじゃないですかね。小山雄人砂塚っていうラインで、キャッチボールこう 2,3 周回したら相当面白いなと。不動産売買提案します。あ、そっか、あかねさんも金融機関だから当然ね、あのローンだとかでしょうし、不動産売買、なるほど、相続した不動産の売買有効活用を提案する営業をしてます。なるほど、だからあかねさんも営業なんですね、ある意味ね。営業にあたるお仕事も含まれてると。じゃあいわゆる肩書きが営業マンかっていうとそうじゃない人も営業行為はやっぱりしてるんですよね。そういうことだろうと思いますけど、うん、そうですね。まあだからあかねさんにもなんか営業に対する、こういう思いでご提案してますとか、最初はあのこういう違和感がありましたかとかあったらぜひね教えていただけたら嬉しいですね。あの充実しそうな気がします。なんか本当に、まあ、業種によってもその全然見える世界違ってるでしょうし、営業された側の見ている世界とか営業して本気で提案している時の信じている、その人の未来とか買った暁にはその人の未来が必ず良くなるって信じて売ってると思うんですよ。でもそれが伝わるかどうかっていうのはまたその別だと思うんですけど、相続コンサルタントさんか、なるほど、肩書きはそうなるんですね。で営業事務が業務内容なんだ、なるほど、事務ね、営業も対人の営業があの、まあ、体当たりで やるだけじゃなくて営業事務があるっていうことですね。で有効なるなに、なるほどなるほど、それ聞きたいですよね。いやだってさ、僕らってこう日常生活でいろんな営業を受けてるわけですからさ、あ営業されてるって認識するものもあるけど、無意識にこれって営業だなっていうやつは結構あるわけじゃないですか。うん、あの服選びに行って店員さんが話しかけてくださってこれ似合いますよとかっていう、まあ僕の一番あのなんていうか一番身近というか僕の中での一番分かりやすい営業だと思ってるんですけど、でまあそれが苦手だったっていう話ね。でそれってなんていうのかな、なんで俺苦手だったのか分かんないけど、ある時からは僕割と逆にこうなんていうか苦手じゃなくなったんですよ。その何を探しですかって声をかけてきてくださる店員さんがどんな人なんだろうなっていう興味に移って、なんかその俺多分あんまりその服に対して興味がないんですよ。だけど、まあ、着るもんとりあえず買っとかなきゃみたいな感じで買いに行くぐらいであんまり服に対して興味ないからさ、あのなんていうのか、服に対して執着がないけど必要だから何かしら買わなきゃいけないぐらいのテンションで行くときに、店員さんがこうお探しごゆっくり見てってください、試着もできますとか、何どんなものをお探しですかとか、あのまあ一種の営業だと思うんですよ。
してくださるときに、あ、またお話しさせていただきました。ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃったね。あれがね、なんか俺その店員さんに興味を持つようになってからすごく嫌じゃなくなったんですよね。あ、この人どういう人なんだろうとか、あ、長い人なのかなとか、このショップでまだ入りたてなのかなとか、このショップのどういうところを気に入ってここで働いてらっしゃるのかなとか、なんかそっちに興味いくようになっちゃって、で、どういうふうに進めてくれるんだろうっていう進め方自体にこう目がいくようになったら、あー、なるほど、そういうふうに進めてくれるんだったらこういうふうに乗ってみようかなみたいな。なるで、まあもちろん予算もあるからさ、何でもかんでも買うっていうわけにいかないけど、あ、なるほど、こんな値段するんですねみたいな感じで、その割とそ、なんていうか、素直な感想をちゃんと言うようにして、かっこつけないようにして、高いなと内心思いながらも、あーとか透かすと、心の中でストレス溜まるから。で、なんかでも相手はさ、いいと思って、脈があると思って、すごいこういうのがこういう風にいいんですよみたいなことをやると、その人は悪くないんだよ。でも俺の中でカッコつけちゃった手前、買う雰囲気を出しながら買わない理由を考えるというわけわかんないことを俺の中でやることになっちゃってさ、すっげえストレスで、で、そのストレスって誰が悪かったのってさ、俺が悪いっていうさ話だったんですけど、それをカッコつけなくなったら、その店員さん自体にすごい興味を持つ余裕ができて、ショッピング楽しめるようになったっていう、そうはしょうもない話ですけど。はい、すいません。ということで、今日は皆さん一日どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあね。わかる、のびゆきさん、わかります、わかるよね。あるよね。いや、ショップ店員さんとの間合いがむずいっていうのに30年ほど悩みましたが、最近ようやく掴んだとは言えないけど、あ、なるほど、ショッピングって楽しいなとやっと思うようになりました。伸び盛りでございます。じゃあね。